皆さんこんにちは。富士スイミングクラブの鮎澤です。本日は子どもの成長に良い影響を与えるスイミングのメリットについてお伝えしたいと思います。5歳から8歳はプレーゴールデンエイジ、9歳から12歳はゴールデンエイジと呼ばれています。子どもの発育発達に大きな影響を与える大切な時期です。この時期にいろいろな動きを経験することにより発育発達に良い影響を与えることができます。スイミングは全身を使った運動なので、泳ぎ方を習得するだけではなく、心肺機能の強化、筋力向上による体力アップなどの効果もあります。子どもの発育発達に良い影響を与えるスイミングのメリットをもう少し具体的にお伝えすると、1つ目はスイミングは全身の筋肉を使った運動なので、バランスの取れた体づくりができます。2つ目はスイミングは自発的な呼吸を行います。大きく呼吸をすることで肺活量が増えるなどの呼吸器官の発達、酸素を体の中に多く取り込むための循環器官の発達に良い影響を与えます。3つ目は水中には浮力があります。この浮力により上下左右前後の3次元的な運動を行うことができます。この3次元的な運動ではどのように体を動かしたら良いのか考えることで想像力を高めることができます。また考えた通りに体を動かすことで神経系の発達に良い影響を与えることができます。4つ目は水温、水圧、湿度が陸上とは違います。この違う環境に体が対応していくことで風邪をひきにくい体づくりをサポートします。このようなメリットがあるため、日本では多くの子どもたちが水泳技術の習得後もスイミングを続けています。富士スイミングクラブではこのメリットを活かせるプログラムを導入しています。詳しいプログラム内容についてはお問い合わせください。体験レッスンを行うこともできます。ご連絡お待ちしています。